ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録よろしく頼むぜ。再生数が上がってとても嬉しいぜ。動画の最後に、歴史クイズを用意しているから最後まで見てくれだぜ。クイズの後は、コラボ動画を用意するぜ。10秒ほど宣伝できるので、希望者は連絡してくれだぜ。いつもコメント感謝です。ウプ主より詳しい人がたくさんいて、驚きです。コメントも頑張って、返答しているそうです。なので、必死に小槌先生と一緒に京都の本屋を回っているそうだぜ。時間がない時は、ネットの国会図書館の資料を探しているんだとか。へえ、最近はそんなものがあるのねー。あと、ウプ主が見つけた本もいずれ紹介したいそうだぜ。クイズの代わりにするかもな。それは楽しみね、ぜひ知りたいわ。皆様これからも応援お願いします。それで、今回は何の漫画を読んでいるんだ霊夢？花の刑事を読んでいるの。前田さんかっこよくて、憧れちゃうわ。生き方も素晴らしいし。はは、大軍がやってきても、しんがりでもパワーだよの精神で敵をやっつけるし、見ていて爽快だよな。こんなすごい人物がいたなんて驚きよね。なあ霊夢、実際の前田刑事は資料がほとんどないんだ。数多くある話も、江戸時代の創作なんだ。だから色々な人物の逸話が混ざっていると思うぜ。へえ、そうなの？明るい剣士郎で楽しめたのにねー。まあ、そこは原先生の原作の脚色力と画力の、パワーが大きかったんだろうな。俺が思うに、モデルは二人いると思うぜ。へえ、そうなの。誰かしら？あくまで俺の想像だが、一人は水野勝成。そして、もう一人が徳川宗春だと思う。この二人が足されたのではないかと思うぜ。へえ、どんな共通点があるの？まず、水野さんは家康のいとこなんだが、かなりの戦闘狂でな、大将でも一番槍をするくらいなんだ。日々の激しい言動で、父から感動もされた。うわぁ、歌舞伎ものそのものねー。しかし、こんな人物だが文学にも精通して、徘徊が趣味だったし、藩主になった際には家臣には寛容だったというから驚きだぜ。まるで、前田さんが戦闘でやり合った後は、穏やかに余生を過ごした話に似ているわねー。さて、次は徳川宗春だ。彼は写真がない。しかし、記述がいくつかあって、長いキセルがトレードマークだったそうだ。キセル、いいわね。巨大な傘をかぶって、長いキセルをプカプカしながら、神社に参拝したことがあったんだが、彼は何で来たと思う？まさか肩車で来たとか？なんと、彼は牛で来たんだ。しかも牛車の牛ではなく、白黒の牛でだ。当然名古屋の町人が、度肝を抜かされただろうな。一体、どこからそんな牛を引っ張ってきたの？どこからかは知らないが、彼の驚くのはその後だ。なんと、公式参拝の際にはしっかりとした正装で臨んだんだ。見覚えはないか？は、そういえば前田さんも秀吉との対面の際には、同じようなことをしていたわね。ああ、こういった点から花の刑事の前田さんは、この二人がモデルじゃないかと思っているぜ。まあ確証はないがな。でも説得力は感じたわよ。さて、水野はともかく、徳川宗春の時代はどういう時代だったかわかっているか、霊夢？あ、そういえば徳川吉宗の時代よね。思い出したわ、確か暴れん坊将軍で仇役で、徳川宗春の名前が出たことがあるわね。ああ、そうだ。ドラマでの立場は知らないが、こんな歌舞伎者のような言動を、吉宗が認めるわけなく、対立することになったんだ。いわば、黄門様と徳川綱吉の関係かしらね。まあ、似ている面があるかもしれないが、今回は徳川宗春がどんな生き方をして、最後に、なんて発言するかも見てほしい。粋な殿様だぜ。楽しみねー。仮にしくじっても、自分の生き方を貫くというのは、現在では大変だよな。みんなはどう思う？それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。
ここはどこかしら？ここは、吉原遊郭だ。舞台の一つになる。特に新吉原での話なんだが。今回の主人公は、もちろん徳川宗春だ。数回前に、同じような人物の紹介をしたよな、霊夢。ああ、榊原正峰さんね。すごく似ているねと話していたわよね。ああ、そうなんだが実は、実際に接点があったそうなんだ。本当に？鉄甲新記録の5ページから書いてあるのだが、徳川宗春と、榊原正峰が会合を重ねたことがあったんだ。随分具体的な話ね。ああ、国立国会図書館デジタルコレクションというのがあってだな。それで読むことができるんだぜ。いい時代になったよな。昔の資料や音楽が知りたい人は、ぜひサイトにアクセスしてほしい。とまあ、それは置いといてだ。この会合を吉宗が放置しておくはずがない。彼は密偵に命じて、捕らえようとしたことがあったんだ。あら、大ピンチじゃない。が、その危機は高尾太夫が正峰を逃がし、宗春は、近従に守られて、窮地を脱したという。まるで、坂本龍馬と桂小五郎ねえ。まあそんなわけで、本題に戻るが、徳川宗春は、元禄9年1696年に、徳川綱成の二十男として生まれた。二十男？それは家督は継げなさそうね。ああ、なので実に大変なわけだが、部屋住みの際に、兄義道に返記を受け、道春と名乗り出したそうだ。旧馬と名乗っていた時期もあった。そんな、彼に転機が訪れる。松平義実が亡くなったんだ。その人物は誰？道の国柳川藩の第三代藩主で、彼には子供がいなくて、断絶することになったんだ。ああ、よくある話よねー。その時に、享保14年1729年吉宗から、柳川藩三万石を改めて与えられ、大久保松平藩が再興されることが認められたんだ。へえ、最初は吉宗と仲が良かったのねー。ああ、吉宗の返記も受けているし、吉宗お気に入りの譜代衆と共に、もみじ山東照宮の予算を命じられているな。それだけでなく、吉宗から特別に鷹狩りの獲物を数度賜っているし、吉宗も部屋住みという境遇から親近感を感じたのかもな。まあ、そういうわけで順調に出世した彼だが、彼の実家で不幸が訪れる。兄の吉道が病気で亡くなった。そしてその子供五郎太も亡くなり、兄の継ぐ友が継ぐのだが、子供がおらず宗春が彼の養子になったんだ。そして、彼が亡くなった後の、享保15年1730年に、第七代名古屋藩主になったわけなんだ。吉宗の出世と少し話が似ているわね。まあ、その後に吉宗から一字を賜って、宗春となるわけだが、吉宗の政治の内容を知っているか？簡単に言えば、節約しなさい。米の一部を幕府に渡しなさい。みたいな感じかしら？ああ、倹約令と揚げ米だよな。揚げ米は、一万石につき百石を幕府に献上するやつだな。ただし、参勤交代の期間が一年から半年になるわけだが、これだと経済が立ち行かなくなる面もある。ああ、江戸が不景気になりそうね。これは、吉宗の財政問題の解決だけでなく、徳川の威信を高める目的もあったそうだ。あと、米を集めておくということは、飢饉にも対応できるという側面もあった。そこは誤解しないでほしいと思う。ああ、吉宗は全国を見ないといけないわけだしねー。さて、徳川宗春はこの政策に立ち向かった。部屋住みの頃は知らないが、この時点だとある程度増をしていたという。え？どうしてなの？感謝しそうだけど。一つの理由としては、兄の義道が亡くなったことだ。彼と義道はすごく仲が良かったという。徳川六代将軍の、家信が臨終の際、義道が後継者に任命されたことがあった。息子が病弱なのを案じてだ。しかし、これは荒井白石の反対で頓挫した。しかし、数年後その息子も亡くなった。いよいよ、終わりかと思われたが、吉宗になってしまった。
なるほどねー。継友が梯家で亡くなった際には江戸城から帰宅後に急な吐血で亡くなったが、実はという噂があった。その噂を聞いていたとすれば、憎悪してもおかしくないわね。中途半端に知り合いだけにありそう。立場によって、関係が変わることってあるよな。そんなわけで、吉宗に反抗した行動を取るわけになるわけだ。徳川宗春の、音痴西洋によると、行き過ぎた倹約はかえって庶民を苦しめるぞ。規制を増やしても違反者を増やすだけだ。と主張した。それを多くの藩士に配ったという。なので、遊芸を好きにやって、芝居も自由に、遊郭も設けまくれと、夜でも昼のようだったという。確か、享保の改革は20年近くやっていたのよね。すごいカンフル剤になりそうよね。ああ、この繁栄に諸国から旅芸人や、商人たちがこぞって集合したという。まあ、基礎は兄の時代からあったそうだが、それを完璧に形にしたのが、宗春なんだろうな。今の名古屋の豪華なことをする習慣も、もしかしたら彼が関わっているのかもしれないわねー。ああ、こんな楽酒が江戸の市中にばらまかれていたという。天下町人に似たり、お州公家に似たり、水戸武士に似たり、紀州乞食に似たり、と天下は吉宗、お州は宗春を指している。すごい楽酒だけど、宗春はなぜお公家さんなの？ああ、これは宗春が朝廷との関係を大切にしていたことにあるだろう。兄の義道の正室の実家の、九条家に3000両も寄付していて、朝廷との関係を大切にした。昔の人はよく見ているわね。さらに死刑の事実上の廃止も行った。死刑よりも、町の治安を良くすることが大切と思ったわけだな。わあ、素敵な考えねー。つまりは、死刑に代わって髪や眉毛などを剃る刑にしたり、心中した者も最終的には夫婦になれた。この時代にはパラダイスよね。でも、ここまでやっていると、幕府にお咎めを受けない？断っておくが霊夢、神社仏閣への公式参拝には正装で赴き、幕府の法令も先回りをして基本的には対立をしていない。引き締めるときは引き締めていて、幕府の法令を遵守し、法の及ばないところでは派手にしたりするだけの人物を裁けるか？ああ、宗春さんはうまいわね。享保17年1732年には、こういった言動を、吉宗の使者に質問されるが、意外にも頭を下げたという。頭を下げつつ、独り言みたいな感じで、自分の正当性を主張して、やんわりと吉宗の追及を逃れたそうだ。やるわね、宗春さん。トラブルが起きなければ、吉宗も処分できないからね。それこそ、一揆や騒動がなければさすがに御三家を処分できない。これでしくじるはずはないわね。家臣のクーデターで失脚した。ちょっと待ってよ、マリサ、名古屋は繁栄したんじゃないの？おかしいでしょ？先に一つ質問だが、平成に起きたバブルで起きた弊害ってなんだ？土地の値段が上がって、物価が上がったり、ああそういえば投資に走り出したわね。そうだ、中には本業をおろそかにする者もいたそうだ。それは、江戸時代でもあったという。犯罪性の急増と、武芸や歌謡をおろそかにして、次第に争いが起きるようになることも、しばしばあったという。宗春さんは何もしなかったの？高級な遊郭を一箇所にまとめ、芝居小屋も新規は取り払うべしの命を出したりしている。また、大規模な巻狩りを中止したり、規制緩和を次第に後退させているな。なんでもやりすぎはダメなのね。また、朝廷との関係も良かったんだが、この頃は、その朝廷と幕府の関係が良くなかったんだ。まさに板挟みになったわけで、このままだと名古屋藩がひどいことになる可能性もあった。そんな時、竹越正竹がこの状況に立ち上がったんだ。彼は義道の時代から藩政を支えていた人物だったんだ。じゃあ、事実上のドンみたいね。ああ、彼は実兵に石子正友がいて、幕府中枢との関わりも深かった。もしかしたら吉宗の命かもしれない。なるほどね、
事実とすれば直接できないから内部の状況を活用したのね。吉宗も策しねえ。さてついにクーデターを決行する。1738年元文3年に宗春が参勤交代に行っている際に国元の藩重臣が動いた。実際に松平の理里との連携だったそうだが、このクーデターは成功する。藩主徳川宗春の藩政実権を掌握したんだ。つまりは宗春の命令を白紙にして我々の言うことを聞けということだ。宗春はこの混乱に祈祷して引きこもる。これは反省の失敗ということで、口実ができた幕府は最終的に名古屋城三の丸の屋敷に隠居謹慎にする。いとこの徳川宗勝が終わり藩を継ぐことになった。彼は隠居生活を送り、1764年明和元年に亡くなった。きっと宗春は悔しくて仕方がなかったんでしょうね。いや、こうつぶやいたそうだ。終わり初物と。どういうこと？おそらくだが、初物はめでたそうだから、俺が御三家で初めての処分なんてめでたいじゃんといった感じかな？さすが終わりのお殿様。最後まで粋ですねー。以上が徳川宗春だが、どうだった霊夢？素晴らしい殿様と思うんだけど、言動を超えすぎた感じがしたわね。もっとやりすぎてたら、反乱が起きたかもしれないわね。ああ確かにそういう面があったかもな。だからこそ、竹越のような中枢の人物がクーデターを起こしたんだろうな。それで宗春はその後どうなったの？その後の尾張藩は、前の殿様の法令が復活し、質素倹約が奨励されていったという。失去の十数年後には、彼を恩赦してほしいと願った商人が島流しになったという。また、存命中に彼が題目の演劇がされていたというわけで、いかに彼が民衆に愛されていたかがわかるな。よほど、彼の知性が懐かしかったんでしょうね。まあ今の日本人も、バブルを懐かしがる人は結構多いからな。そんな感情は当然かもしれない。最初は、厳しかったようだが後に緩和されたようで、失去処分の26年後には先祖の墓参りが許された。ただ、死後は墓に金網をかけたという。これは罪人の扱いだった。吉宗さんも大人げないわね。いやその頃には、吉宗も亡くなっているので、尾張藩が幕府の目を気にして自主的にしたんだろう。それだけでなく、領民の聖地になるのを恐れたのかもしれないな。金網が外されたのは、75年後のことで、その時に名誉回復がされたという。ちなみに、榊原正峰なんだが、彼も同様に死後墓に金網を設置されたそうだ。しかも彼は許されずに、明治時代にようやく、撤去されたんだとか。二人の違いって何なのかしらね。まあ御三家とか、単に忘れられていたとか色々ありそうだよな。みんなは彼の生き方をどう思う？あと、吉宗と宗春どちらが正しい政治だったと思う？折衷案でも構わないぜ、コメント欄を賑わしてくれだぜ。さて、俺の話は以上だが今回はクイズがあるのか？今回は、今回の話に少し関係があるから最後まで見てほしいわね。おお、それは楽しみだな。マリサは藩札を知っている？ああ、小槌先生が得意としている分野だよな。それがどうかした？実は、1707年に藩札禁止令が出たんだけど、それを悪用して、発行が禁止だから換金も禁止というへりくつを言った大名がいたの。なんだそいつ、ふざけているのか？ズバリそれをやった、大名をお答えください。実際に反乱が起きたんじゃないか？ギリギリのところで、2割だけ返金すると言って、乗り切っているわ。藩の財政対策と評価されているの。したたかなやつだな。時間がある方は、小槌先生の解説を聞いてください。歴史の裏側がわかりますよ。答えと解説は、ニコニコ動画はいいねボタンに。YouTube は、コメント欄に書いておきます。ニコニコ動画は文字数が少ないので、細かい解説が知りたい人は、YouTube までぜひ来てください。
クイズの要望がありましたら、コメント欄にお願いします。毎回ご視聴誠に感謝です。余裕ができましたら、週数回投稿するかもしれません。それは、皆様の応援次第です。コラボ動画の募集も行っています。歴史関係者はぜひご一報ください。しくじり大名って、調べれば調べるほど、しくじり大名が出て面白いよな。本当にそうね、まさに芋づる式よね。それでは皆様、ありがとうございました。工夫が見られるから面白い、ね。それはいい工夫なんだか悪い工夫なんだかわからんけどね。ね、やっぱりね、赤穂藩の藩札が少ないということは、うん、そういう良心的な藩札ってことですな。そうそうそう。逆に、じゃあ現在、うん